はい、どうもこんにちは、マキーです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、ニンニクになります。ニンニクのね、土作り、あとはね、植え付けをですね、ちょっとね、同時に兼ねてね、やっていきたいなと思います。って言ってもね、ニンニクちょっとね、土作りは、植え付ける前のね、1、2週間前にやっていくとね、良かったりするんですけれども、はい。ただね、僕はちょっと時間がなかったので、ちょっとね、時間ない人でも、こんな風にね、やるとすぐにね、ニンニク植え付けられるようにね、なるやったりしますので、よければね、参考にしてみてください。ね、ニンニクはね、とてもね、家庭菜園でもね、人気な野菜になりますので、今年ね、植え付けることによって来年ですね、春に収穫できるようになりますので、よければね、皆さんも挑戦してみてください。そしてね、ニンニクですね、育てるにあたってちょっとね、注意ポイントがあるんですけれども、皆さん来年春ね、なんか野菜、またトマトとかナスとか、スイカとかね、ピーマンとか、いろいろね、育てていこうかなってね、計画している人も多いかなと思うんですけれども、ニンニク、収穫時期がですね、実は6月にね、収穫になるんですね。なので、あまりここのね、ニンニクでいっぱいね、野菜育ててしまいますと、だいたい夏野菜、トマトとかですね、植え付ける時期は5月ぐらい、ゴールデンウィークになるので、まだね、ニンニクが育っているんですね。なので、この場所は使えなくなってしまいます。なので、夏ね、育てようかなってね、思っている方はですね、夏の野菜を育てられる場所をですね、ちょっとね、確保しながら、はい、育ててね、いただくといいかなと思いますので、よければね、参考にしてみてください。それでは早速行きましょう。マッキーチャンネル。はい、こちらね、ニンニクを育てようかなってね、思っているところになるんですけれども、ちょっとね、幅をね、しっかりと取っていこうかなと思いまして、このようにイボ竹を使ってちょっとね、はい、間をね、取っています。そして今ね、ここの部分ですね、間をね、取ってるんですけれども、さらに、はい、ここの横の部分ですね、間を取っていきたいなってね、思います。そして今回ですね、使うものとしてはこちらね、100均で2本でね、100円で売られていた横幅90センチのイボ竹になります。これをですね、こんな感じでセッティングをして、はい、さらにね、横からちゃんとね、まっすぐがどうか測りつつですね、やっていきたいなと思います。こういう風にね、やればまっすぐの綺麗な畝をですね、作ることができます。ちょっと曲がっているので、このぐらいですね。そしてこちらも合わせていきます。はい、こんな感じでね、合わせていくことによって、綺麗なまっすぐな畝をですね、作ることができます。こんな感じ。はい、そして、ここが90センチなので、この位置から90センチのところをですね、測りつつやっていきます。ここから90センチなので、やはりここですね、ここがちょうど90センチのところになりますので、この場所にですね、早速、はい、土作りって形でね、やっていきます。はい、こちらですね、1週間前に苦土石灰をね、撒いていました。そしてもうね、しっかり苦土石灰、土と馴染んで、雨水にもしっかり当たって土の中にね、馴染んでいきましたので、早速ちょっと肥料ですね、入れていきたいなって思います。今回ですね、使うものの肥料としては、じゃん、化成肥料ですね、そちらをね、使っていきたいなって思います。化成肥料はですね、888とですね、窒素、リン、カリがですね、育つにあたって、バランスのいいですね、ニンニクが育つにあたってバランスよくですね、肥料が入っているものになります。これを元肥にしてあげて、そして育ってきたらですね、追肥をして、どんどんね、育てていくというね、イメージになります。そしてここの幅ですね、ここが90センチ、そしてちょっと10センチほど開けて、ここが90センチになります。なので、ここの幅ですね、ここがちょうど1平方メートルぐらいの間になります。なので、この1平方メートルあたりにですね、2握りほどの化成肥料を、はい、撒いてね、いくといいかな、いいです。こんな感じ。そして間を開けて、こちらもパラパラーとね、2握り分の化成肥料を、はい、撒いていきます。これね、化成肥料ね、あんま使いたくないよって方はですね、有機肥料である鶏粉とかですね、そういったものを混ぜてやっていくっていうのもね、いいかなってね、思います。鶏粉も同じくですね、まあ、化成肥料よりは肥料成分としては多くないんですけれども、ゆっくり長くですね、効果を、作っていくものになりますので、はい、肥料としてはですね、とても優秀な肥料になります。そしてこちらね、やりましたので、しっかりと混ぜていきたいなと思います。はい、今回ですね、こういう、
電動耕運機ですね、これを使ってちょっとね混ぜていきたいと思います。結構ねスコップでやってもいいんですけど、体に負担かかっちゃうので今日はねこれを使ってやっていきたいなと思います。こうね、体に負担かかって大変だよという方はですね、こういう、ね、ものもありますので今日はですねこれね使ってどんな風にできるのかっていうところも紹介しながらやっていきたいなと思います。はい、あっという間ですけれどもこのねところをですね今耕すことができました。土もねすごいふかふかになっていまして、はい、植物が育つにあたってねすごいいいね状態になっています。ではですねこちらも、混ぜてねいきたいなと思います。そして土、石ですね、石とかもね結構ここはねありますのでちょっと石をありましたら見つけたら、ね、畑の外に置いておくといいかなと思います。あと大きな石とかあるとこの耕運機にね挟まってしまったりとかして、はい、ね、良くないのでそういったところをね意識しながら土作りって形でね、はい、やっていきたいと思います。結構石があります。はい、いい感じにね混ざることができました。そしてやはりですねスコップでねやる場合ですねどういう風に混ぜていくのかっていうところもねご紹介していきたいと思います。こんな感じで、はい、土を入れてただね混ぜるだけです。上と下をちょっとひっくり返すようなそんなイメージで、はい、ね、混ぜていくのもいいかなって思います。こんな感じ。もうね土もですね駆動石灰も入れていますし、はい、残砂ですね、夏の残砂をここ入れてやっていまして、その残砂がですね土をすごくね柔らかくしてくれています。そのおかげもありましてすごいねいい感じにね、はい、土がふかふかです。そしてやりましたら、こういうふうにですねちょっとこうやって土の塊がありましたらこうやってほぐすようにしてやってやると、これからねニンニク育っていきますけれども、しっかりと根っこを張って、はい、育ちやすいですね環境になっていきますので、そんなイメージでですね、はい、土をですね作ってやっていくといいかなってね思います。もう一回ね電動耕運機でも混ぜていますので土が柔らかいです。はい、じゃあせっかくなので残りの部分も、はい、手でねスコップで混ぜていきたいと思います。これならね、ニンニクしっかりと根っこを張って大きく成長していきそうないいね土になっています。そして土の塊がありましたらねちょっとやっぱりその都度ですねほぐしながらやっていきます。はい、もうね今耕して土柔らかくなっているのでこのね場所はですねなるべく踏まないようにして育ててねいきたいなってね思います。すごい深さだいたい20センチぐらいですねまでしっかりと深くね、はい、なっています。いいですね。ここからここまでですね20センチですねの長さがありますので育つにあたってはですねすごいいいですね深さですねを確保できる長さになります。はい、そしてね今ですね土柔らかくなりましたけれどもちょっと平らにならしておきたいと思います。そして平らにならすとともにですね少し高い畝をですね作っていきます。結構やっぱりね10月から11月にニンニクをね育ててねいきます。植え付けて育ててね約半年かけてですね育てていくんですけれども、この時ですねお水雨がね結構降ったりとかすると思うんですね。その雨がですね水たまりになって溜まってしまうことがあるんですね。そうすると、うまくですね育たない、病気にねなりやすかったりねする危険性がありますので、ちょっとだけ周りの土をですね持ってきまして、はい、畝をですね10センチから20センチぐらいですね高い畝を作ってあげるといいかなと思います。
そしてここ端っこの部分ですね、今回は黒マルチを使っていきたいと思いますので、端っこの部分も少し上に掘って溝をね作っていきます。ここに黒マルチをですね埋めていきたいなと思いますので、ちょっとね端っこは深めにですね、はい、掘りつつですねやっていきたいと思います。こんな感じですね、できました。そしてやりましたら、またねしっかりと今掘り上げた土ですねを平らにしていきたいと思います。慣らしていきます。はい、じゃあ最後ね仕上げでまっすぐにしていきます。こういうね冷気ですね、冷気やると結構ね使いやすいです。畝をまっすぐにですねしやすいです。そして石とかあればまたね石をしっかりと取っていきたいと思います。はい、いいですね感じの、はい、畝がね作ることができました。ではですね、早速こちら黒マルチをですね貼っていきたいなって思います。黒マルチはですね雑草を予防してくれたりとか、あとはですね地温を高めてくれたりとかですね、いろいろねいい効果がねあるんですね。なので、なるべくね僕はね黒マルチを使って育ててはね言います。もちろんね黒マルチね大変だよっていう方は黒マルチしないでそのまま畑にね植え付けてもね大丈夫なんですけれども、はい、今回ですねちょっと僕は黒マルチを使って育てていきたいなってね思います。こういう感じにまずは端っこをですね黒マルチをセットしていきます。そして周りの土を持ってきてちょっとね土で、黒マルチを埋めておきたいと思います。はい、あとですね黒マルチ止めるときにですねこういうマルチ押さえピンというものがありまして、こういったものをね使うと結構ね綺麗に、はい、貼ることができます。結構シワが寄ってしまって、大変だよ曲がっちゃうよという方もねいらっしゃるんですけれども、こういうふうにですねピンをしっかりと、はい、端っこに刺してですね抜けないようにですねしておくといいかなって思います。ではここから黒マルチですねずらーっと端っこにね伸ばしてやっていきたいなって思います。はい、こういう感じでちょっと引っ張りながらパラパラーとねやっていきます。こういうね硫黄岳がありますので、イビオタケの上を転がすようなそんな感じでねできますので、すごいね張りやすいですね。はい、こんな感じ。はい、ではねここからずらーっと伸ばして、まずは端っこまでね伸ばしていきたいと思います。端っこまで伸ばしましたら、ちょっとね、余裕を持ってですね、はい、黒マルチをねカットしておきたいと思います。そして少し伸ばしながらねシワができないようにですねピンと張って、はい、そしてまたね土を戻して、はい、しっかりと固定をしておきたいと思います。そしてまたね端っこの部分は、マルチ押さえ部ですねを使って固定をしておきます。これね育てていて今はね風吹いてなくていいんですけれど、冬ですね、冬って結構風吹くじゃないですか。そうすると風に飛ばされてしまってめくり上がっちゃうんですね。そうするとねせっかく植えたのにですねそのまま、マルチ飛んでしまって、ああショックだよってねなってしまうこともありますので、そういったところですねショックがないようにするためにも、はい、しっかりとですね土に埋めたりマルチ押さえピンですねやっていくといいかなと思います。そしてできましたら今度はこちら端っこの部分ですね、こちらを少し引っ張りながら、はい、この場所で、土ですね埋めていきたいと思います。そしてこの時もねマルチ押さえピンですね使って固定してもいいかなと思います。こんな感じでまずは真ん中の位置ですねを、持ってきまして、そして反対側も、はい、土ですねちょっとね掘りまして、ここに埋めていくようなイメージですね。はい、こんな感じで若干ピンとね張っておきます。そしてねここ今ね全体像をね見ていただいていると思うんですけれども、まずですねこの部分をさっきの冷気を使ってですね、端っこを土をですね埋めていきたいと思います。ちょっと幅が取りすぎてしまいましたので、少しね折りまして、この下にですねマルチを埋めていくようなそんなイメージですね。こういう風に少し引っ張りつつですね土をよいしょかけていく、そんなイメージです。そしてやりましたので今度は反対側ですね同じようにしてやっていきたいと思います。
そしてこの時ねしっかりとピンと張るようにしてやっていきます。そしてそのまま土で埋めていく感じですね。そしてやりましたらちょっとね端っこの部分ですねしっかりと足で踏んで周りを固めてあげるといいです。そうすると風で、はい、黒マルチが飛んでいくっていうね心配もないですので、そんなイメージでですねマルチは張っておくといいかなってね思います。ポイントはなかなかねマルチ張ってもシワが寄ってしまって大変だよっていうね方もいらっしゃるかなって思います。僕もねそうだったんですけれども、このようにですねちょっとね張りましたら最後にこうやって押してマルチをですね横固定してあげるっていうのがポイントになります。そうするとですねこちらね見ていただくと綺麗にですねマルチが張られていると思います。はい、なので反対側もですねこちらもですね同じようにしてやっていきたいと思います。ではまずはねちょっと穴を掘ります。ちょっとしたね繊細な作業にはなるんですけれども、はい、ちょっとしたねポイントをね押さえていけばですね綺麗に貼ることがねできますので、はい、皆さんもねよければ参考にしてみてください。そしてこんな感じでまずは土で埋めていきます。はい、そして反対側も同じようにやっていきます。ちょっと穴を掘りまして、はい、少し引っ張りながらですねシワができないように注意をして、はい、ここに土を入れて乗せていきます。そして最後にギュッとね手でやってもいいですし足でもやってもいいですので、このように、はい、固めていくことによってマルチですね飛ぶことも少なくなりますので、こんな感じでね作業していただくといいかなってね思います。はい、いけましたね。綺麗に貼ることができました。はい、こちらねずらーっと見ていただくとこのようにですね、はい、貼ることができました。うん、いい感じですね。はい、そしてね早速ニンニクですねここに植え付けていきたいなってね思います。今回はですねジャンボニンニクとホワイト六片ニンニクですね、こちらをね植え付けていきたいなってね思います。はい、ニンニクですねちょっとね育てるにあたってポイントがねありますので、ちょっとねご紹介していきたいと思います。植え付けるときここが土だとします。はい、そしてニンニクですねこの中に育って、はい、これからねつるがこうやってね伸びてきまして大きくね成長していくっていうねイメージになるんですけれども、はい、この時にですね深さですね植え付ける深さに注意をしていただくといいかなと思います。結論から言ってしまいますと、ここの植え付けるここの深さを10センチですね、10センチに取ってあげるといいかなってね思います。はい、こちらですね。っていうのもですねニンニクは土の中に、ね、なります。今これが育ったニンニクの状態になるんですけれども、初めは一かけですねこんな感じで育っていくんですね。そして根っこがね生えてきてこうやってね伸びてきます。そしてだんだんとこうやってね大きく分球してきて大きくなってこんな感じでニンニクですね育っていくというねイメージになります。でこの時ですね浅いとニンニクがですねここ根っこはねこうやって張るんですけれども、こうやって浅いとですね、土の部分ですね、寒さですね、寒さに当たってしまったりとか、春になると暑くね、なってきたりするんですけれども、そうするとですね、ここ気温ですね、気温がちょっとね、上がりすぎてしまって、ニンニクダメージをね、受けてしまうんですね。あとお水とかもね、結構降っていることによって、このね、お水、この辺とかね、結構水っぽくなって、枯れてしまったりとかね、する危険性があります。なので、できるだけここの深さですね、10センチ。に取ってあげて育てていくとね良かったりします。ただポイントとしてですね、どのぐらいが10センチかねわからないよっていう方もねいらっしゃると思うんですね。なのでこの部分ですね、ここの長さ、ここにニンニクを植え付けていくんですけれども、ちょうどここですね、ここの深さですね、ここの深さは4センチですね、4センチぐらい取ってあげると良かったりします。僕のねこの指の長さですね、指の長さがちょうどここの部分ね4センチになります。なのでこうやって土ですねぐぐぐっと入れてこの部分まで、ニンニクをね押してあげます。そして押してあげることによってニンニクが結果的にはですねここニンニクがね、ありますけれども、ここの部分にニンニクが入って、ニンニクはだいたいそうですね6センチとか4センチから5センチぐらいの、ね長さになりますので、この長さですね、ここの長さも確保できますのでここに押してあげます。なのでこの部分ですね、
この部分が全部土の部分になりまして、ここからニンニクが入るという、ね、感じです。ここの長さが5センチ、6センチぐらいになります、まあ、なので厳密に言えばここ4センチになりますけれども、小さいニンニクの場合はですね、ここ4センチではなくて5センチとかですね、6センチとかちょっとね深めに植えてあげてもねいいのかなってね思います。ポイントは浅く植えすぎてしまいますとニンニクにダメージを与えてしまって、うまくね育たないということもあったりしますので、そういったところをですね注意して、はい、育ててねいただくといいかなと思いますので、皆さんもねよければ参考にしてみてください。ちなみに僕のこの指ですね、指の長さね測ってみたいなと思いますけれども、こういう感じです。ここから入れてちょうどここの付け根ですね、付け根の部分があると思います。この付け根の部分が、あ、ちょうど僕はここの場合だと5センチですね、5センチの長さがありました、はい、なので5センチぐらいになりますので、はい、そのぐらいでね僕はここね4センチって言いましたけど5センチなのでちょっと深めにね植えられます。まあ、人によって手の大きさもちょっとね違いますので、で手も1センチ2センチぐらいしか違わないかなと思いますので、そのぐらいをね目安にやっていただくといいかなと思います。もっとね深くね植えたいよって場合は親指ではなくてね、こういう人差し指とかですね、こういったもので目安でここの長さがちょうど8センチだなとか、小指の場合は何センチだろう、小指の場合は6センチだなとかですね、そんな風に、はい、ね、把握しておくといいかなと思います。ちなみに僕のこの指の長さですね、ちょうどねここの僕の長さがですね10センチになります。はい、10センチですね。そして、このね手を広げた時の長さですね、手を広げた時の長さがちょうどね20センチになっています。こんな感じで手のメジャーとかもねあると、はい、結構ね便利だったりしますので、皆さんもねちょっと、定規とかね測りながら、はい、試してねいただいて把握しておくとね良かったりします。はい、こちらですね、ニンニクになります。これはホワイトロッペンというねニンニクになるんですけれども、ちょっとね、どんな風になっているのかバラしていきたいなって思います。ニンニクはですね植え付けるときですね、薄皮を剥いでしまってやるっていう方もいれば、そのままですね植えてしまうっていう方もいらっしゃるんですね。まあ、傷ついてしまってそこから皮ね剥いてるときに傷ついてしまってそこから菌が入ってしまって育たないっていうこともねあったりするので、なのでどちらでもですねうまくね育ちます。なので今回はですね僕ね今まではねちょっとね薄皮剥いたりとかねしていたんですけれども、今回は薄皮は剥かないで、はい、そのままね植え付けていきたいなって思います。これ見るとちょっと今回ですねホワイトロッペン大きめですね、これ4個ですねありました。もしかするとちょっとここね2つになっている可能性もあるので、ちょっとここは剥いて気をつけながら剥いてみたいと思います。ないですね、なさそうです。これ分かれてなさそうですね。なのでこれはこのまま植え付けていきたいなってね思います。なので1個からね4つの部分をですね分けることができました。では同じようにですね同じこちらも分けていきたいなってね思います。だいたいですね9月下旬から10月ですね下旬にかけて植え付けると良かったりします。あまり暖かい時に植え付けてしまいますと大きくなることはねなるんですけれども、冬越しする時に寒さでやられてしまうっていうこともねあるんですね。なのでそういうねリスクを抑えるためにもですね、僕はねちょっと10月になってから、ここね植え付けていきたいなってね思います。はい、今回はですねホワイトロッペンってね言われているだけありまして、6個ですね6個のニンニクが、はい、分けることができました。これが一つ一つですね育てて、だいたいねこのものからですねまたね6個くらいに分かれて育ってねいきますので、これをね、はい、どんどんね増やしてやっていくっていうことになります。なので今6個で4個で10個ですね、それが6になるので60個のねニンニクが育てられるというですね計算になります。すごいですよね。なのでニンニクはコストパフォーマンスの良いですね野菜なのかなってね個人的には思います。あとこれね最初硬かったりするんですね。なのでお水にちょっと浸しておいて水分を吸わせてあげると、結構ねすんなりと、取ることができます。これはあれですね打って変わってちっちゃいのが 1,2 あって中ぐらいなのが 1,2,3 6個ですね。そしてこちら大きいのが2個あります。なので2個と、2,4,5
7ですね、全部で9個ですねありました。これね、育ててね、ちっちゃいのをですね育ててもいいんですけれども、小さいのはですねあまりね大きくねならないんですね。なのでこれは植え付けるときですね、植え付ける穴には入れないで、植え付けた端っこをマルチの外とかでやってね、育てて約ね1ヶ月ぐらいしたら芽がね出てくるんですね。そしてこのね葉っぱとかね茎もね食べることもできますし、このまま球根ね育てていけばこの部分もねニンニクとしてねいただくことができますので、こういう小さいものはちょっと端っこに植えて、中ぐらいから大きいものですね、これらはですね普通に育てて来年6月ぐらいですね収穫するっていう形で、はい、やってねいきたいなと思います。はい、なのでねニンニク、はい、こういう風にですね育てることがね、分けるとねなっていますので、これをねちょっとね植え付けてやっていきたいなって思います。ちょっと今これ皮をね剥きましたけれども、こんな感じで皮が剥くことができます。ここのね表面ですね傷つけないように注意をしながら、もしね剥く場合はそーっとですね、はい、こんな感じで剥いてねいくといいかなってね思います。ニンニクのねすでにいい香りがねしてきました。はい、これ球根がねやっぱり大きければ大きいほど育つにあたっての元のねなるエネルギーがですね蓄積されますので、結構ね大きく育ってね生きやすいです。なのでこちらですね、はい、元気よくね、はい、しっかりね育てていきたいなってね思います。じゃあまずは、ホワイト6片ニンニクからですね植え付けていきたいなってね思います。じゃあですね、まずはこちらからですね植え付けていきたいと思います。じゃあ代表して見やすいようにこの真ん中の位置ですねを植え付けていきたいと思います。で目安としてはですねこのように、まず穴をですねこうやってね開けます。そうすると穴が開くとこの間ですね、この、長さですねがだいたいですね、ここで4センチぐらいになるんですね。なのでこういうね今ニンニクねあると思うんですけれども、ピーンとですね上を向いています。これが真上をね向くようにしていきます。下の根っこはこういう感じになっていると思うんですけれども、この根っこにこうやって植えてしまうとちょっとねここ曲がってるじゃないですか、湾曲してるじゃないですか。湾曲しているとこう斜めにですねつらーっと出てきてしまいますので、少しこっちですね少し倒してこの部分が上を向いてしっかりと成長していくようにですねやっていくといいかなってね思います。そうすることによってねまっすぐですね茎が伸びてきて、はい、うまくね成長していきます。こんな感じで、はい、植えまして、そしてここからさらにぐーっと引いて、ちょうどここにの付け根ですね、この付け根が入るぐらいの場所ですね、そのぐらいの部分までぐーっとニンニクを押していきます。はい、そうすると、上をね向いて大きく成長していきます。はい、ここねニンニク見ていただくとこのようにねちょろっとね埋まっていると思います。ちょっとねちゃんと、深くね植えられているか、メジャーを使って長さを見てみたいなと思います。はい、じゃあメジャーを使ってニンニクが出ているところですねまでちょっと見ていきます。そしてここがちょうど、付け根の部分になりまして、ちょうどここ4センチですね、ちょうどねここ4センチになります。なので4センチのところまでしっかりと植わってるっていうのがね分かりました。こういう感じでニンニクはですね植え付けていくといいですね。じゃあ同じくですねもう一回ここもですねやっていきたいなってね思います。じゃあここもニンニクホワイト6片ですね、まあこのままですね、最初に今ね穴分かりやすいようにちょっと開けましたけれども、開けないでもこのままニンニクをセットしてぐーっと押していきます。そして親指のこの腹の部分ですね、腹の部分を使ってぎゅーっと、はい、押していきます。はい、そして付け根の部分までニンニクがね、はい、植わりまして、ちょうどね茎のてっぺんの部分ですね、こちらになります。これをこのまま、はい、植えていくっていうようなねイメージになります。そして周りの土ですねから持ってきまして、土をですねこのように埋めていきます。そしてこう今ですねもうマルチもですね全部覆うようにして、はい、植えました。っていうのもですね風が吹いてしまうとこれね隣もねやっていこうかなってね思いますけれども、こんな感じでちょうど穴にね収まるぐらいですねにして、このようにするとここから風がね吹いてブラブラブラーってね吹き飛ばされることがあるんですね。それを防ぐためにもですね少し多めに土をですねかけてあげるようにすると、はい、風にもですね揺られないで、
かいマルチがですね剥がれにくくも、ね、なりますし、あと風に揺られてこの中がですね風がね吹いて冬の寒さだとね寒さに当たりすぎてしまって、ニンニクがですねダメになってしまうっていうこともねあったりしますので、はい、そういったね失敗をね防ぐためにもですね少し多めに土をですねかけてあげるようにするといいかなってね思います。じゃあもう一回だけね同じようにして植え付けていきたいと思います。こちらねニンニクがありますね。はい、このねニンニクをですねそのまま、入れまして、親指を使ってこの先端の部分やると芽が折れてしまう危険性があるので、ちょっとこの端っこの部分ですね、この部分をぐーっと押すようにしながら、はい、ぐーっとね植えていきます。そしてここ今見えますでしょうか、先端の部分が、真上をねなるべく向くようにしてやっていきます。そうするとこの間の長さがちょうどね、4センチぐらいになります。はい、そのぐらいを確保しましたら、土ですねまたね戻しまして、はい、入れていきます。これね土端っこのマルチの端っこからやったらいいんじゃないかってね思うかもしれないんですけれども、そうするとですねマルチの中の土がなくなってしまって、これもまたね風に揺られてバタバタってねなってしまう危険性が出てきてしまうので、そういう感じで、はい、周りから土を持ってきてかけてあげるのがいいかなってね思います。あとは全部ね同じになりますので、ちょっとね作業をしてやっていきたいと思います。あとはですね今ね片手だけ指一本でねやりましたけれども、今やっていて思ったのは両手ですね、両手でこのように、持ちます。持ったままこのままぐーっとこの上の部分をしっかり向けたままこのままぐーっと押してあげてもですね、ちょうど4センチぐらいですね入りますので、そういう感じで植えてもいいかなと思います。ちょっとまたね測ってみようと思いますけれども、はい、ちょうどね4センチのところですねができました。はい、なのでそういう風にですね両手で持った方がニンニクを傷めないでもね、先端の部分芽の部分を傷めないでもいいですし、角度も、ね、調整しやすかったので両手でぐーっとね押し込むようなそんなイメージで植え付けていくのもねいいかなってね思います。じゃあここねしっかりね育てられるようにですねやってねいきたいなってね思います。そして今ね、植えましたけれども、今度はですねジャンボニンニクですね、ジャンボニンニクも同じようにして植え付けていきたいなってね思います。まあジャンボニンニクもですね同じですね、まあ少し大きいので、育ちですね良かったりします。でも、同じですね同じように植え付けてねいくことできますので、こういう感じで、持ちまして、こちらねありますけれども同じようにギューッとですね、よいしょ、深くですね植え付けていくっていうようなねそんなイメージですね。はい、見てみてください。そしてもうジャンボニンニクはですねここ先端の部分芽がね出てきていますね、根っこが出てきています。はい、なので、成長がやっぱりですねジャンボニンニク水分もね多く含んでいますので、成長が早いのかなってね印象があります。ただね注意しないといけないのは今ですね大きくしすぎてしまいますと、大きすぎて、寒さでね葉っぱとかですね成長これからしてくるんですけれども、大きくなりすぎて枯れてしまう危険性もありますので、まあ、植え付け時期ですね9月下旬から10月下旬ぐらいまでってね言われていますけれども、はい、そのタイミングで今年はまあ暑いので10月中旬とかですね上旬ぐらいにね植えてもいいのかなってね思います。もしくは下旬ですね。はい、ジャンボニンニクすごいですね。はい、植わりました。これで今ね12個のジャンボニンニクが植えることができました。はい、そして最後にですねこれちっちゃいねものがあると思います。小さいですねジャンボニンニクが、これは普通のホワイトロッペンになりますけれども、今年中にもう収穫してしまうっていう形でやっていこうかなってね思いますので、こちらですね植えましたら端っこの部分ですね、この畝の端ですねこの周りに植え付けてあげるといいかなってね思います。ちょっとやっぱり土ですね固めてあるので硬いので、なるべく柔らかいところを選んで植え付けていくといいかなって思います。で今回はですねちょっとここ端っこの部分ですね斜めになっているところは植えないので、ちょっとここを有効活用してやっていきたいと思います。こういう感じで持ちまして、はい、植え付けていきます。こちらもね深さはね同じぐらいですね、
入れて4センチぐらいの場所ですね、その場所になるように、はい、やってねいきたいと思います。こんな感じですね。ちなみにですね、こちらがジャンボニンニクになります。すごいね大きいですよね、ジャンボニンニク。はい、これがね球根の状態になっていまして、これを分解していって、だいたいこの中にね6個ぐらいのジャンボニンニクがありますので、はい、こちらを植え付けていくっていうようなねイメージになります。すごいですね。今年のね6月頃収穫したジャンボニンニクになりますけれども、こんなにね一個一個ね大きいっていうのはね驚きです。素晴らしいです。じゃあこれもねそのままちょっとだけ皮を剥いでしまって、はい、こんな感じでこのままね植え付けていけば簡単にね育っていきますので、はい、そういうイメージでね植え付けていきたいと思います。はい、植え付けね完了しました。ではねこちら土ですね、植え付けたところは、はい、かけていきたいと思います、ね、ちょっとね気持ち多めにかけてあげることによって、飛びにくくね風で煽られにくくなりますので、はい、そんなねイメージでやっていくとねいいかなってね思います。そしてこちらはね特にはやっていないです。また後日ですね植え付けていきたいと思います。ちょっと時間差を置いて、はい、成長にね違いが出るのかもですね、ちょっと比べてやっていきたいなってね思います。そしてこちらがですねジャンボニンニクを植えたところになりますので、こちらも土をですねかけていきたいと思います。あとはですね、こちらはまだね植え付けていないところになりますので、はい、こちらはね後日植え付けていきたいと思います。あとやっぱりねところどころ石がありますので、石はねありましたらね取っていきたいと思います。石がねやっぱりあると成長の妨げ、根っこをね伸ばしたくても野菜ね伸びないということがねできてしまいますので、そういったところをですねしっかりと、はい、排除してやっていくとですね健康的な美味しいねニンニク収穫できるようになりますので、はい、そんな感じで育てていきたいと思います。あとはい、いかがだったでしょうか、ね、こんな感じでですねニンニクね、はい、植え付けることができました。で、これからねどんどんね大きく成長していきますので、結構ね大きくなっている姿ねすごいね楽しいですので、皆さんもねよければ挑戦してみてください。じゃあ今日はねこの辺で失礼したいと思います。最後までねご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。